皆さん、こんばんは。生 MAX わかるのお時間です。えー、こんばんは。はい。アクさん、よろしくお願いします。はい。皆様、今日ありがとうございました。で、一つ、もう一つありがとうって言います。一つね、私の YouTube チャンネルが3000人も登録者を超えています。びっくりしました。本当にありがとうございました。またまたこれから頑張ります。 はい、ありがとうございます。ねえねえ、サンセリマンチ、わお、わお。本当に、あの、東京で、まあ、日本で悪いことできないね。でも、<laughs> に言うんですよ。私の妻が悪いことできるぐらいの予算くれないからしょうがないですね。<laughs> とにかく、今日の話は、あの、日本のいいことです。で、それをしましたら、またちょっと最近のニュースのこと言いますからね。OK。はい、では、えー。 そうですね。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。OK、日本のいいことね。いいことはどうしましょうまずね、1つあの、サービス。日本も本当にサービスがすごい。多分、一世界一でサービスのことね。あの私、車を運転しないけど、昔この記事を読んだことあるんですよ。アメリカ人、日本に来て、あの自分のアメリカに戻って、これ日本で当たり前になったけど、自分のアメリカに戻って、 思い出したけど、ガススンド。日本に入ってくる、ガススンドに入ってくるとかなんか、必ず窓も吹きますよ。もちろん入れ,れるとかなんか、窓も吹きますよとかなんか、そういうようなことやったりし、あと出るときに、道路の方に行って、ス,スタッフが、オーライ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 、これ絶対アメリカ人もしないんですよ。でも、アメリカ行ってるとこしてるけれど、店員が出てこないんですよ。店員の方に、 電話して、そういう電話みたいな感じで、スピーカーみたい。あの、何ギの欲しいです。その、な店の中から来ると、それと、あの、入れる。で、お金がそれ払いに行くと、こういうのを直接じゃなくて、マドグラスみたいな感じで取る。そういう、取らないの、マドグラス。これ、だんだん大投資危なくなってるから、あの、田舎でも、 あの、そういう直接人は会わないんですよ。だから、サービスとかさ全然それないんですよ。でも、まあ、日本人は仕事は考えると一生懸命細かくまで、あの、一緒しますけど、アメリカはそれがないんですよ。あの、そうそうそう。で、サービスの方がさ、そう一生懸命と、もちろんレストランの方もさ、チップなしでも、あの、スタッフも頑張ります。アメリカだったら、やっぱりチップしないとね。チップしないでね。それで、 やっぱり日本人もすごく、なんていうの仲いい。喧嘩ってないんですよ。あの、どうなってる喧嘩見たことないんですよ、日本で。街歩くとかなんかね。もう向こう、私生まれてる国結構あるけれど、あの、違うんですよ。あの、そうですね。これも一つね、言葉。日本語。あの、日本語、本当に平和的な言葉ですよ。あの、そういう、 話しするとかなんかあんまり喧嘩にならない。で、実は個人研究やったことあります。っていうことは昔に、あの、2回ぐらいアメリカ戻ってるんですよ。子供時代から日本に来てから軍隊でね。2回アメリカ戻ってます。で、アメリカでそういうちょっと、まあ、日本人女性付き合ってたんですよ、向こうでね。あの、ニューヨークシリーとかなんかね。で、もうすごい英語ペラペラにと言ったんですよ。覚えてる。英語で、 ちょっと口喧嘩始まると、すぐ、だん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 エスカレート、大きくなるよ。特に英語で侮辱の言葉、失礼の言葉、あの、よ,よく四つ文字のこと、F、F の言葉ね、言わないから、あの、まだシステムがビーってしないければないからね。あの、あれね、FU、FU とかなんかそういう F のことを言うとかなければ、本当に殴るぐらいのところになりますよ。 あの、これ英語ですぐ行き見せする言葉。日本語ないんですね、それは。そういうな、失礼なこと、日本、日本もすごく丁寧な言葉ですから、で、あの、敬語とか RC とかなんかね、こういうな、喋り方できないんですね。考えたことないでしょ。私もそれ経験があるから、まあまあ、それも昔々ちょっと付き合っていたんだけど、英語だったらすぐ、トラブルトラブルになって、特にお酒が入ってる。 お酒が入ってる、日本語でもお酒入ってるでも、喧嘩にならないんですよ。あの、すごく平和的なことになるから。しかし、これは、あの、変な国の付き合うときに交渉とかなんかね、やっぱり覚えなければならない。あの、強い言葉を使わなければならないから、向こう強い立場で言うと、日本語で言うと、優しすぎる。あの、どこの国言わないけど、例えば隣の国。 あの、歴史の話、話しすると、もしかしたら、うち英語で言うと方がいいかもしれない。あ、なおに。No, no, 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 no. そういうの。どうもね。日本語で言うと、なんか結構曖昧になっちゃうから、弱い返事になるからね。ね。あと、日本語ね、もちろん本当に、司会の方、ちゃんと機能しますよ。動きますよ。まあ、これはやっぱり日本人の仕事に対しての気持ちもある。けれど、 これが絶対海外ないんですよ。あの、鉄道の誤り。電池が2、3分遅れ。それもこれ当たり前よ。2、3分でもなくね。本当に何時間でも遅れもあるんですよとか。まあ、私生まれてるところは、あの、ダイヤないんですよ。ニューヨークスリ地下鉄、ダイヤがないと覚えてるけど、ニューヨークスリの郊外で走った列車が一応ダイヤあるけど、基本的にそうだけど、でもそうじゃないところ結構ある。 あと、向こうの方も、保険なところがすごいひどいんですよ。国民健康保険ね。あな、ないんですよ。国民健康保険。健康保険とかあるけど、国民のところはない。日本で素晴らしいよ。素晴らしい。で、あの、ちょっと今日の前にコロナのチェックしましたよ。あの、まだ日本、コロナの死亡者が1万人もいてないんですよ。9000何百とかなんかね、ちょっとごめん、忘れてるけど。アメリカもチェックして、 58万ですよ。58万4千ぐらい。あの、今日中でね。で、私一つの、あの、論理。これなんで、なんでこうなってるんですかやっぱりね、ちゃんと国民健康保険もやってます。やってますね。あの、私書いて一つの本。あるかなあるかなはい。あ、アメリカが隠して、 お聞きたいの日本の歴史。これはね、日本と朝鮮と平和時代の歴史書いてるんですよ。で、これがあの、シカゴ大学昔ね、あるアラディーン・アイレランドっていうの,の本を使ってたんですよ。このあの数字のため。で、結構日本が、朝鮮の場合は合併の時に、あの、平和時代で、あ一生懸命作りましたよ。 例えばね、あの、衛星とかなんか学校とかなんか電気を出してとか鉄道とか全て、これすごく一生懸命一生懸命とかなんかね、ちゃんと視界を作りましたんですよ。現代的な視界あ。日本もね、まだね、その明治だったから、あの、まだね、あの、 西洋となってるとか、なんか交流になってるのもまだ短い間だったけれど、すごいちゃんとすべての一生懸命するんですよ。だから日本の鉄道システムが世界一番でしょだ。だから日本国民健康保険が一番でしょ。どんなことするでも、あの、日本人が一生懸命。もうそうですね、あの、まあ、リーダーって言ったらさ、とか、たまに向こうで天才のリーダーが出てくるけれど、日本でさ、 戦後で総理大臣で考えてるすごく目立ってる人でももう、なんとかなんとかでもさ、普通日本人が仕事をしっかりしてるってうかなんか、これは本当に素晴らしいことですよ。だから国の安定性があるんですよ。ね。あの、本当に一番世界のコロナが軽いところは多分日本ですね。ね。あの、こう残りますようにお祈りしましょう。で、もう一つね、日本人がね、 あの、知識も損壊するよ。例えば、あの、私、他に、日本語と英語の他に、ドイツ語、フランス語でも今でも喋れるよ。それで、あの、子供時代だったら、歴史、歴史、特に軍事、歴史関係を勉強してるとかなんかね、まあ、アメリカ人から言われたらあるよ。なんでドイツ語喋るまあ、もちろん、自分、祖国語ドイツだからじゃない、とかフランス語、あの、言学校で勉強したんですよ。なんでそういう意味がないんですよ。 あの、アメリカ人の考えは、仕事のために、ビジネスのためだったら仕方がないとかなんかね。でもあまりしないんですよ、実は言葉のことね。あの、アメリカ人はその知識知識とかなんかね、尊敬がない。日本人がある。まあ、これも、すべて東洋人、だいたいある中国人とか韓国人も同じように勉強することすごく尊敬ある。ね。あアメリカ人は、やっぱり金金金。金 金でもかれる知識が必要だったら、それがそうですけれどね。もう、あとね、やっぱりね、あの、日本で家族と縁が深い。これがすごいこと。アメリカはそうでもないんですよ。だから、あの、あんまり家族、お互いの兄弟とかなんかね、そんなにいつもいつもヘルプをしない。ああ、もう覚えてる昔の話、あの、名前忘れてるけどね。このアメリカの上院議員。 で、テレビでインタビューで、あ、あそうですね、私の弟がね、もうホームレス。ちょっと待ってよ。あれ、国の衆議会の、あの、上議会の議員のがね、あの、すごいお金も入ってるんですよ。だって、弟がホームレスだったらもう入れてくれるんだけで、日本でそうでしょ家族困ってる人いるんだったら、アメリカ人しない。アメリカ人しない。 あの、そうですね。私、本の中書いてるけど、まだ、トランスジェンダーとかそういうのなんかあんまり書いてないけど、一つの大きいの理由が、親です。この子供たちがトランスジェンダーになること、例えば、8歳とか 3, 3歳でも、3歳でも、子供トランスジェンダーとか、子供が分かってるとかする、お母さんが決まってるんですよ、結構ね。これ日本人で考えられないことでしょう。そういうな、セックスチェンジのことをさせると、 まあ日本聞いたことあるけどすごく珍しい。アメリカの大統領の中で全然珍しくない。とていうことは、親がこういうの有名が持ってるとかなんか、じゃあ子供にそういうふうにさせる。いや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 。逆に日本の子親が子供の勉強。特に勉強勉強勉強。で、それいい大学を受けるように。まあアメリカ人その勉強勉強あまりプッシュしないけど、でもそういう変な生活にプッシュする人、特に左旗とか、 いますよ。それ、えー、とかなんかね。わあ、日本も面白い国。初めて聞いたときに。で、日本に住んでるとかなんかね、やっぱりね、本当に一つの絆で感じてるんですよ、私ね。その絆ときみんな常にある。海外にいるとこれ結構、やっぱりないんですよ、それはね。あの、特にまあ、アメリカ人だと私生まれてる国が、 あちらこちらの中に歴史がある昭あの昔の先祖の国民。もう忘れようとしてると I'm American って言うけど、でもアメリカン本当に意味が浅いんですよ。日本がさ、私、昔の友達が似てて、縄文時代から日本歴史があるっていうか、で、2万年の歴史がある。信じますよ、そういうこと。やっぱりこういう、ただ日本にいるとか生活してると、みんなと縁があるって感じるからね。ね。 だから本当にいい国ですよ。で、このいい国守りたいから、私、いつもいつも人にアメリカから変な考え入れないでください。そう、そう、そういうことですよ。日本がこのままでいい国ですよ。でもっと昔の日本であったことをいいところだったら戻しましょう。そういうところですね。ね。じゃあ、あとね、これから、 あの、ちょっと最近のニュースで話しましょう。ニュース。で、まずね、台湾。台湾。最近ね、台湾の侵略問題についてという話があるんです。そうですね。あの、まあ、そのまもなく YouTube は出ますけど、専門的ですけど、あの、可能性あります。数年前までは中国軍ができないと台湾海峡広すぎるとか、 でもね、できます。できます。あ最近ね、日本総理大臣、すぐさんあ、アメリカ行って、一応バイデン大統領に会ったんですけど、なんか不思議だとよ。本当に不思議。バイデン大統領に会ったけど、二人が宣言しましたあ。日本が同盟国。日本も核で守る。で、あの、もう、 台湾海峡も守るみたいなこと言ってたんですよ。それ、すごい良かった。あと最近、あの、そういうデモンストレーションみたい。中国が結構軍機が台湾近くに飛んでるよ。あの、一週間、三日、四日前ぐらい。F-16、アメリカの F-16、四機。三沢基地から横と行って、横と燃料入れて、そして台湾まで飛んでて戻ったんですよ。で、結構、あの、航空戦闘船のミサイル。 サイドワインドとかいろいろ持ってたんですよ。その写真がなんかネットで見,見たことありますからね。あの、一応そういうデモンストレーションで、あの、ちゃんとやりますよ。そうですね。ちょっとこういう、ちょっとこういうふうに言いたいんですよ。あの、まもなく、あと私、チャンネル見てください。まもなく、山中先生っていう、あの、日本人がいますよ。私の逆です。私は日本サイド。彼がアメリカのサイド。あの、 私、生まれはシカゴ。彼がシカゴになんか30何年住んでるんですよ。私、日本に47年。で、あの、もう本当にうちの逆ですね。で、変、彼は本書いてる。本書いてる。終わりのアメリカね。本書いてるね。私の前の本。前の本ね。また宣伝します。だっただったたた。あの、日本に隠しておけないアメリカの崩壊。OK。の、似てるな話ですよ。まあ、アメリカの崩壊ですから似てるね。 それで最近も私、アメリカ軍隊を見てると、だんだん軍隊本当に他になります。あの、北のところからちょっと俺の言葉から聞いてるんですけど、あの、あのアのメリカしてる人、軍と深い縁あると、もうだん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 機能できない。っていうか、なぜか、あの、アメリカの左翼の政策、特に今、バイデン政権になりました。今、バイデン政権で軍隊の 粛清してます。あの、白人至上主義が軍からなくする。という意味が本当に白人がなくするということとかなんかね。あの、本当に軍隊潰してますよ。で、女性と前ので女性も白人女性でも OK。その女性とマイノリティが上がるように、あの、送信とかなんか全部、そちらにたち優先。あとね、白人の方があんまり上がらないように、まあなくしたいんですよ。 ああ、そうだね。だから、今ねバイデンイ、バイデンさんと、バイデン大統領ね。バイデン大統領と菅総理大臣。会談があって、会談ごめん。会談なかったんですよ。ただロンチね。ただロンチみたいですよ。会談がヘルス副大統領。これもおかしいんですよ。おかしい。普通ね、総理大臣がアメリカ行くと、会談が大統領と。 あの、安倍総理大臣とトランプ大統領、すごく仲良かったみたいですね。あの、まあ、ゴーフやってるとき、安倍さん転んだとき見たことあるけどでも、まあまあまあ、みんなそれ見せるよ、それ見せるよ。でもね、本当に、本当に二人が仲良かったみたいですね。あの、それは普通ですよ。だって、安倍総理大臣がバイデン副、その当時副大統領、会ってないと思うよ。会ってない。でもね、 あの、今回はハラスの方に話しかけて、まずね。で、本当にバイデンで二人きりで会ってる時に、バイデン大統領に、ランチね。ハンバーガーランチ。うん、もうちょっとなんか、品があるランチなんかできない。ディナーはなかったみたいね。そうですね。っていうことは、これが、あの、今中国って強い面で見てると、二人で、日米同盟のもしかしたらのラストデンス。 最後ですよ。これからだん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 アメリカの軍が人事的にあの人の問題で弱くなるとあのもう機能がなくなるよあ。こういう噂聞いたことあるんですよ。2016年の選挙であのあるの軍艦これが第7艦隊日本にある艦隊よの軍艦でもう動かなくなったと。なんでもう機械の問題じゃなくて乗り込みトランプ派。 クリンティン派。で、政治的なもの、うん、喧嘩、喧嘩喧嘩ばっかりとかなんかね、お互いの仕事できなかった。っていうか、乗り組む、ちゃんと協力しないと軍が動きませんよ。戦いできません。ですごい問題あってて、これが、私、ちょっとビール飲んでる、あの、海軍軍曹友達と飲んでるとかなんかね、ちょっと噂聞いたんですよ。へぇー。びっくりびっくりびっくり。あの、でもね、そうなりますよ。 あの今からの舞台もそうなると、あやっぱり白人史上フい考えを持ってる人たち、上司に報告してっていうの宣言も出てるんですよ。あの司令から、上から。じゃあ、ちょっと、ちょっと喧嘩になるとかなんかね、そうなりますよ。で、白人兵はだんだんクビになるか、あ,あと、もう自分でやめるかとかなんかもう、だん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 それ増える。もう本当に、皆さん考えてないけど、早速。 まもなく本当に日本が軍拡大しなければならない。徴兵も必要。あの、半年一年以内ぐらい。絶対必要になる。必要になる。あの、とりあえず、この台湾問題で、とりあえず大丈夫と思うけど、で、中国は伝統的にそのすごい攻撃攻撃はしない。結構台湾に上陸する結構リスクがある。しかし、私たち中国を見て甘く考えちいけませんから、 私たち日本が強いっていうことをずっと見せないとダメです。で、アメリカ頼ってることがこれから最後です。本当に最後。で、理解しなければならない。OK。あとね、あんまりニュースになってないと、またそのうち YouTube も上がりまアップします。あの、世界が最近の2週間前ぐらいから、世界中の核兵器戦争から危険性あったんですよ。これ、ウクライナ。ウクライナとロシア問題。 うん、で、問題は、もうこれ、もちろんアメリカバックしてる。アメリカバックしてる。あの、ウクライニアが、あの、クリミリアもう通りましょう。クリミリアが、国会の中、ブラックシー、この国会の中の、サバスタプリーっていう軍機、ロシア軍基地がある。自分のところ取ろうとする。昔ははっきり政治的に、ウクライニアに入れて、 あの、実は住んでるロシア人、ウクライナ人じゃなくて。で、ウクライナの東の半分がロシア人ばかり。まあ、そこに内乱に言われてるアマリカもこれもバックしてるけど、2014年に、あの、アメリカがウクライナの中でクーデターしました。で、アメリカ向きの大統領。今のゼレンスキーっていう大統領ね。で、彼が半分の頭おかしいんじゃないあの、軍が全然違うんですよ。 弱い。ロシアより弱いとかなんか。で、核兵器持ってない。ロシアが7000個の核兵器。アメリカはもっと持ってると思いますよ。ごめん。ちょっと調べてない。最近。でも思ってますよ。まあ、それはね、ロシアが、あの、このズレンスキーがクリミリアも取り戻すとかなんか宣言しました。っていうかね、戦争ですよ。そうそうそう。戦争です。核兵器戦争です。で、あの、ロシアがもちろんとんでもない。 あの、2014年のそのクーデターの後で、クミリアで東京ありました。ちゃんと東京あったんですよ。みんなが私たち、ウクライナじゃなくて、ロシア人、ロシアの国に入りたい。あの、アメリカ、これ、ウー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 、悪口ばかり言ってるけど、それは真実です。あ今回が、予想の方がけど、このウクライナ大統領のバックは、バイデン政権の誰か。 あの、私、バイデン大統領がこういう政策を考えることも信じない。あの、ごめんなさい。彼、おじいさん、頭、アルハイマー。まあ、歩くと、笑顔する、カメラの前で、ちょっと、ちょっとスピーチできるぐらいですけど、本当に政策を作ってないんですよ。いろいろな人たちが、あの、自分たちでやってる。これ本当に危ないんですよ。危ないんですよ。やっぱり、大統領の強い、一つ、権力を持っている大統領じゃないと、 あの、ちょっと番組今日、ハウジ前にアシステントちょっと話した。2019年。で、何回イランの問題あった、アメリカとイラン。何の問題忘れてるけど、もうアメリカ復讐の、復讐の空襲をする、イランに。で、軍機もみんな飛んでる。で、みんな同じ時間で、あの、狙うところに爆弾を落とす。で、トランプ大統領が、 この空襲10分前、みんな飛んでるんですよ。10分前、中止。みんな基地に戻れ。命令出した。強、強気で。よかった。だってさ、私もその軍事の問題見てると、いつもペルシャワンに一応空母を出してるんですよ。で、空母は絶対一隻で独立できないから、周りに守る軍艦がある。空母1隻だったら、周りも全部で10隻ぐらいがあるんですよ。10か12隻ぐらい。 もしね、イランとやってたら、イランの反撃でアメリカの空母を絶滅。いろいなミサイルいっぱい持ってるんですよ。これアメリカ人があんまり分かってる分かってないとかなんかね、とにかくでそういう空母が失うとアメリカすっごいプライドも落ちるしとかなんかもう,プライもうプライドに傷になるでしょ。あの、反動は何反動でも反動できない。核戦争しかできない。じゃあイランに核ミサイルを打つとかなんかロシアはどうするまたロシアがどうか。 で、それ、だんだん、だんだん、世界中の核兵器戦争の可能性。トランプ大統領強くで、いや、空襲やめましょう。で、止めたんですよ。ね、止めたんですよ。でも、バイデンさんがね、いや、わけわかんないんですよ。彼もアルサイマー強くて、とか、なんか、自分の名前も忘れてますよ、とか、特に忘れてるから。とにかく、今ね、ウクライナ・ロシア問題で、あの、ロシアサイドから、フューチン大統領の方が、 ロシア、ウクライナ国境から軍にいっぱい集まってから、だん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 撤退しています。だんだんだっだん、これ覚えてください。ロシアが撤退する。で、ウクライナの方が何するのは、自分の軍隊の予備兵たちを、じゃあ現役に戻れとかなんか、命令出してるけれど、でもウクライナ軍が小さいし、で、全然無機の、あの、軍事の、もう戦争できないんですよ。結構平くそう。平 <laughs> くそうって言ってて。 あの、そうですね。まあでもね、これが多分ね、多分ね、世界の核兵器戦争の可能性がだん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 落ち着いてる。ウクライニアで。よかった。よかったで。本当に友達が話してると、来週生きてるかなとかなんかね、最近その会話ある。たまにあるんですよ、こういう危険性でも。普通のニュースでもちろん報道しない。 まあ、オッケー、ウクイライナ・ロシア問題はしばらく、まあ、数ヶ月間絶対大丈夫と思うと。あと、台湾問題は中国は、このすぐはね、上陸はしないと思うから、しかし日本でアメリカがもう、もう軍事的に立場がないとかなんか、でも、準備しない、した方がいい、準備した方がいい、しなければならない。そういうところで、それで頑張りましょう。そうですね。あとね、 何か質問のあるんでし、何でも大丈夫です。質問。はい、皆さん、えー、いらっしゃいませありがとうございます、えー。だいぶお久しぶりのマックライブとなっております。はい、今までのお話を聞いてのご質問でも結構ですし、今回はですね、チャンネル登録者3000人記念ということで、あの年々マックスさんに地震についてのご質問も。 ぜひお書き込みください <laughs> ではですねちょっとご感想の方から読んでいきますね皆さんコメントをたくさんありがとうございますお<う>、えー、なおか大野さんえー、こちらはリクエストですね 今度 F35 と空母、台湾海峡に派遣されるかもしれない艦船の解説動画もお願いします。台湾海峡を守ると言っても、いまいちイメージができなくて。ということですね。あのね、さん、すみません。F30 をやめましょう。F35 もね、あの、最近ね、フォー b e s ユーザーシー、f o r b e ユーザーシーでね、記事読んでて、あのアメリカ空軍が F35 やっぱり失敗。 エゴエ教えます。It's a dog. イヌ。言います m a s i o g u て、It's a d o g て言ったら全然出てらめ。あの、まあ、前からその証拠あるとか、あの、いろいろあるんですけど、もう、みんな話し,しないけど、まあ、武器が、4個しか運べない。まずね。そうしないと、外で持つことになっちゃうから、ステールスがなくなる。で、その4個が、 もう飛行機飛行機体のミサイルか、爆弾か、いろね。あとね、あの、一回飛ぶとなんか何日間整備しないと。そういうステルスだからね。で、いろね。あの、あんまほとんど向きの。で、2019年、アメリカ空軍はまだ80機の F15。で、それも買ったんで注文しましたよ。へえって F35 あるのに。あの、もう全然ダメですよ。 まあ、日本の空母だったらに F30 を使うとか考えてるから、あの、これから日本がね、私たち自分で作りましょう。空母で使う、あの、イズとかカガあるね。あの、それ自分たちで使える分岐自分で作ろう。もうアメリカの設計もいりません。ね。アメリカの設計です。で、私は、あの、中国について、あら、大丈夫ですか聞こえるんですか 大丈夫ですよ、聞こえますよ。今一時的にこのミーティングを終了しましたって出てよ。あ、えっ、ー、と、ズームがつなぎっぱなしだったので。すいません。はい、でもね、台湾海峡の守る一番ため私、高級、高級、あの、至急、至急、潜水艦。今、日本の総領クラスが世界一の潜水艦です。で、行雷が日本一致ですよ。あ日本、ね、私、前に第二次世界大戦で、でそれいろいろ、 最近連絡あった友達から、今の魚雷もすごいよとかなんかね。じゃ、潜水艦いっぱい作ろう。三菱の魚雷で、これで守りましょう。あの、台湾が中国をしなくしたら、10席に日本潜水艦でもそれも潰せるよ。本当に。本当に。日本のそういうクラス。潜水艦60席欲しい。覚えてください。60席。はい。え次。はい、ありがとうございます。 これにちょっと関連してですが、えー、サクサクさん、いつもありがとうございます。え玉神さんは F22 を売ってほしいと交渉していたようですね。う,う,うん、玉神さん、一実は知ってますよ、私。あの、見ると私に YouTube の中でインタビューがあったんですよ。あの、ステルスが絶対あるんだと、私の気持ちが、私の気持ちね。あの、う、まあ、日本で作りましょう。あの、アメリカがね、 色いろ、視界問題いっぱいあるんですよ。あの、私も差別とかなんか、えー、なんていうの、差別用語といろろなってるとかなんかね。で、教育がだんだん、だんだん広くなってますよ。もう今、数学を教えないんですよ。あの、なんていうの、数学の方が白人至上主義。本当よ。あの、ハーバー大学で、あの、ある国人の学院生に作った話、2足す2は5の場合がある。5ですよ。 2、たす2が5、5! ちょっと待って、こういう数学でどういうふうに軍機をそあの設計できるできない。あの、まあ、私、たまがスにその深く話してないけれど、あの、で、もっと前からアメリカ教育だんだんダメ。だから F35 の方が、あの、システム入れすぎ、複雑すぎる一つの問題。で、F22 が、まあ、ま,あまあまあ、まあまあ、 あの、ステルスだったら、私たちこれから日本で自分で軍旗作ろう。それは私の立場です。うん。ありがとうございます。うん、では、お次ですね。えし、ー、と。よしこさん、ありがとうございます。えー、安倍元総理は、えー、トランプ大統領が勝利する前から交流を深めてましたからね、っていう。うん、うん、うん。 コメントですね,ねそうですね,そうですねあの。それは2016年選挙かなあの ?2016 年の選挙の前に半年前ぐらいトランプ大統領になると私は分かりました。それはクリスキィッ原理主義の話。で、もう今 YouTube チャンネルです。で、2020年の選挙については話はできませんからあの、そういうところにしましょう。 ね。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、ではお次ですね。うん。うん、え、ニャン吉さん、ありがとうございます。うんえー、台湾侵攻よりも尖閣諸島を攻める方が、チャイナにとってはハードルが低いのではないでしょうか。台湾は反撃しますが、日本は追い詰められなければ攻撃をしないと思われていると思います。うん、無防備な日本について、どのようにするのが良いか、教えていただけますでしょうか。うん そうですね。あの、尖閣ね。そうですね。あの、もう、尖閣問題について、あの、絶対ちゃんと日本の、あの、領土ですよ。あの、なぜか、歴史的に日本しかないんですよ。あの、人が住んでた。明治時代ぐらいだったら、あの、カツオの釣りのステーションがあったんですよ。250人が住んでたみたいな感じね。ケ、okay、ーで、これが、まあ、まあ、まあね。日本が一応管理しているところですからね。 あの、上陸とか,なんかたいあの中国すると、そうですね。あの、もうアメリカ耐えることできないから日本ですね。じゃあまたね、潜水艦が大切になるよ。あの、向こうも飛行機も出すかもしれない。うちも、まう法案とかなんか、海上自衛隊出しても、あの、数隻失うかもしれない。けど、まあ中国もその部隊も失うかもしれないね。いや、反撃した方,方がいいよ、もちろん。 で、あの、これから、あの、軍の拡大。日本軍。私に自衛隊ってあ日本軍って言いますよね。あの、私の有名な方だったら、まあ、言ってる通り、潜水艦が60隻。今20ぐらい。22ぐらいね。60隻。潜水艦。水上軍艦が倍。今95ぐらい。倍。あの、<coughs> 陸上兵隊の数が15万ぐらいから45万。45万。3倍。 で、軍機の方が倍、今より倍ね、が必要ですね。で、あの、もちろんの空母で使えるの,ものを作った方がいい。空母だったらまああと2隻ぐらいでもさ、作ってもいいんじゃないかなっかなんかね。そうですよね。で、それでももう尖閣は日本と領土だから、絶対自分たちでどういうふうに守ると、ちゃんと作った方がいいですよね。はい。ありがとうですね。今月ね。ありがとうございます。 えっと、そうですね。ちょっとこれは質問ではないんですけど、個人的に取り上げさせていただきます。うん、ワックスさん大好きというコメントありがとうございます。よかったですね、うんいや。本当にありがたいですね。それでは、えー、次のご質問です、えー。欧米人から見て、ウクライナってどんなイメージですかそうですね。 そうですね、まあ。それもちろんどの国によって、どの国によって。で、あの、あんまり、まあ、ウクライニア人は宗教も違うんですよ。半分がカトリック、半分がロシア正教。で、これがローマ帝国時代からさ、大喧嘩ですよ。うん、あの、東の教会と西の教会まあ、あるし、 あの、そうですね。まあ、戦争の歴史してるから、第二次世界大戦時代からね。あの、もっと中央ヨーロッパと西ヨーロッパが、イクライナはちょっと下見てるんですよ。あの、これアメリカに入ってるんですよ。あの、アメリカのヨーロッパ民族見ると、だんだん東と南になると、あんまりよく考えないんですよ。実はね。あそういう立場ね。でもね、もう一つ、そうそうそう、もう一つの問題もあるんですよ。あの、ガス。 自然天然ガス。これ、ロシアいっぱいある。で、ボルティック海、北のところから海経由でドイツにそういうガスを出そうとする。ドイツは実は冬寒い国ですよ。で、このガスで頭る。これ、アメリカ、完璧反対。完璧反対。で、これが、あの、ああいう,ようなイメージも入っている。ウクライナ自体が NATO に入りたいんですよ。あの、 バイデン政権が軍艦2隻をトルコ経由に出すっていう国会に。ちなみに国会に入る場合に2週間前からトルコと強化を取らないとダメ。と入り口は全部トルコの国内なんですからね。こういう条約あるんですよ。あアメリカ軍艦2隻を出すっていう話あったけど、あー出すんじゃなくてなんか英国の軍艦2隻を出すみたい。で、それに強化頼んでる。 でも、ロシアも言ってるんですよ。国会に来る場合だったら、もし戦争始まったら、その軍艦の命は、だいたい4、5分ぐらい。そのもんですよ。あの、レーダーでずっとわかってるし、とかなんか、いっぱいミサー持ってるから、もう自殺です。とにかく、ウクライナと支持するの、一応、とか、見せる形とかなんかね。そう、欧米人がさ、アメリカもう東ヨーロッパだったらさ、だん,だん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 下見るんでしょ、実はね。実はね、下見ますよ。 あの、うんカトリックでも3でも、いつもアメリカ、政府がディモクラシー、もう民主主義守るって言ってるけど、実は、その、今、ウクライニア大統領がアメリカ支持がないと多分クロスアイうでしょ。自分国民の方怖い。怖い。救ってる大統領だから。ああ、めちゃくちゃなことですよ。あんまりそのヨーロッパの方の国々に手出さない方がいい。で、ウクライニアの場合だったら、前私前言ってて、 ロシア人もいっぱい住んでるんですよ。あとカトリックも西の方カトリックもすあ、ポーラン人も住んでるとか、ーマニア人もちょっとところもあるし、あの、いろ国の国の国境ですごいめちゃくちゃ。めちゃくちゃ。それは第二次世界大戦でヨーロッパ始まった理由が、あの、昔ヒトルがドイツ人住んでるところ全部ドイツの国境にいりましょう。 っていう哲学で、あの、もうチェックも潰したしとかいろいろ、やっとポーランドの方も、あの、ドイツの土地を戻そうとすると、戦争になりました。だから危ないんですよ、こういうことね。ねはい、ありがとうございます。それではお次いきますね。えナモカさん、えー、菅総理とバイデン大統領は、 比較的良好な関係を築けたと思っていいのでしょうかあんまり私見ると、そんなに深い階段がなくて、うんあんまり、で、ごめんなさい、バイデン大統領はほとんど意識がない。で、いろんな評論家を読んでるためにスピーチを見てるとか、目を見て目が広くなったりとか、なんかね、もしかしたら麻薬、麻薬うか薬、薬、もうちょっと喋れるように、もうちょっとお、 思い、ことを覚えれるとかなんかね、薬つけてると、かな。で、もっともっとね、正直とアメリカ人の評判で、あの、バイデンさんもっと若い時にもっと元気で、あんまり、あの、仲良くできる人じゃないんですよ。結構冷たい人という評判があるんですよ。あの、まあ、それもそれもせっかくです。もう本当に、プロの政治家ですからね、若い時からずっと政治家だからね。 あの本当にトランプ大統領は違うんですよ。もっと政治家じゃないんですよ。ビジネスマンだか,だから。トランプと安倍さんが本当に仲良かったと思うけれど菅さん、菅総理大臣があんまりそういうバイデンさんとかえな,ならないんじゃないね。それ返事になりますかはい、ありがとうございます。そうですね。 では次ですねえわさんありがとうございますすいません台湾の TCMC の半導体についてお聞きしたいのですが TCMC の後ろにえ中京外相人がいるという話ですがこの件を日本は誘致を進めていますごめんなさい TCMC わかりません、まあ、半導体系はちょっと そういういテック系はマックさんはちょっと専門ではないということで、ちょっとまた機会があればね、ちょっとまたリサーチしてお話しできたらいいなと思いますね技術的ってことかんかそういうことですかあそうですねあ。技術的ね。いや、まあ中国は本当に、でも技術的にすごく進んでますね。うんね、進んでますね。あの、これも日本も考えなきゃいければなないから。あ最近ね、最近ね、あの、どこ ジャクサ日本の JAXA が発見されたでしょ。それは中国からでしょうね。これもいろいろ、中国をテストしてるんじゃないあの私、軍事立場考えるそういうテスト考えるからね。まあ、これがもっと軍事の問題じゃないけどあの、経済的とかなんかね。あとね、タイあの最近中国も、ね、台湾の,あのパイナップルも買わないでしょ。うちの近所、<laughs> やっと、 あの台湾産のパイナップルも入っているけどねうち。うち買ってないけども。買っておかも。ない。つまり聞けないと分からない。<laughs> <laughs> 私もまだ変えてないですね,ね,ね。でもこれも技術的なことすごく大きいんですよ。考えなければならないですね。ねうんありがとうございます。はい、それではお次ですね。うんえー、マックスさんの菅総理の評価を教えてください。ああ菅さんね。 私の気持ちいいねもうちょっとリールで欲しかったね。やっぱりナンバー2でよかったね。ねあの、安倍さんがちゃんとリールでしたね。だからすぐさん、もうちょっとごめんなさい。強くしてください。お願いします。ね、ありがとうございます。では、お次ですね。 えー、竹光さん、いつもありがとうございます、えー。米国民主党は戦争を好む傾向があると思うのですが、うん、いかがでしょうか一方で、バイデン政権は米軍の弱体化を進めているようにも感じます。米国はどこへ向かっているのでしょうね面白い質問ですね。あの、こういうことで、はっきり民主党の方が愚か。 たもかしもう精神病ってわかりますよ。だから、戦争を願う。しかし、軍隊を弱ーにしてる。なんていうことですかもう何考えてるのもう、あの、これから、ね、こんなぐらいアメリカの軍の損害で治るまでもね、何十年間かかるよ。本当に。でもそれも政治まず治らないと。左派の司会を治らないとダメですよ。 今、アメリカの進化見てる100年でも治らないんですよ。思うよアメリカ軍。あの、もう国内の内乱の方が強い。でも、そ外国にとか、例えば、これ今、ウクライナ問題、ロシア問題で、ウクライナの方に爆してるとか、一応宣言してるけれど、アホじゃないかな、とかなんかね。で、今ね、あの、まあ、核、一応言ってたけど、中国について日米同盟守りますけど、でもね、中国もその日米同盟も、 もうあと何年ぐらい尊敬するもう尊敬しないんじゃないうち日本自分自身で強いとしなければならない。ということになりますよあ。あの、もう本当にこの軍隊を弱化してるとか弱くしくってるって方がね、弱体してるね。あの、本当におかしい。で、アメリカ国内の内乱でも負ける。決まり。だってちゃんと戦いできる人たちみんな組にしてるとかなんか、 じゃあ、右派の民兵組織とかなき行きますよ。行きますよ。で、あ、そうそうそう、最近言うと、まあまあまあいつか言うけど、テクサス州とフローラル州の活動を見てください。で、テクサス州は独立の問題を今、議会、州議会で討論してます。まあ、下手にするとそうなるかもしれない。そうなるかもしれないね。だから、あの、アメリカ合衆国という国が消える。別々の いろいろな存在になるよ。そうですね。米国はこれから国内問題ばかりで忙しいですね。国内問題ばかり。うん、ありがとうございます。<laughs> うん。えーうん、そうですね。ヤンキーさん、ええー、チャイナの潜水艦の戦闘力はどのようなものでしょうかああ ヤンキーさん、音楽好きロックロール。ロックロール。ロックロール音楽うるさい、うるさい。潜水艦の一番的はうるさいと。音。音えと。何年前に妻とどっか近所のバーで飲んでると、若い、ある女性あって30歳ぐらいで彼女、旦那さんが、あの、海上自衛隊で潜水艦乗ってますってか、私こう言ってた。靴履いてないでしょ。ソックスだけで。 で知ってるだってね、苦痛で潜水艦の中で甲板の上に歩くと音になる。それ、敵の潜水艦でそうなる聞こえる。音が敵です。地獄の潜水艦がほとんど、ほとんどうるさい。音聞こえる。特にここで原子力の潜水艦がどうしてもあの問題になる。どうしても あの、その原子力だからパンプが必要。そのクーリングのために。で、それがパンプは音するよ、どうしても。聞こえるんですよ。あの、日本のソリオクラスの方は原子力じゃなくて、電気。で、それディーゼルと電気で、ディーゼルはやってないときに電気で、電気聞こえないんですよ。エンジンね。だと本当におとなしい。あの、もちろん中国も電気の潜水感あるけど、 でも、他のシステムと機械の方が、日本より落とします。だまだね、まだね、あの、日本は絶対より、まあ、日本は結構ソリークラスクの方が結構よりきれと、でも、中国の方は努力してると、だんだん頑張ってる。もっとおとなしく戦争が作るね。ね。あの、でも、日本が今一番。中国は、そうですね、二番かな三番、三番、三番,番ね。三番。ロシアの方は二番かもしれない。 アメリカの方が、まあまあ、音ね。ありがとうございます。うん。お次は、うん、メッセージですね。おコウゼンさん、いつもありがとうございます。うんうん、私もマックさん大好きです。日本を守りましょう。ありがとうございます。いいねえ、ありがとう。守りましょうね。うん、ねえ。はい、えー。次の質問です。 マックさん、アシスタントさん大好物は何ですか <laughs> <laughs> ねえ,ねえ何ですかアシスタントさんえ私はそうですねうん卵が好きなんですよねおおうんなんかシンプルな卵焼きも好きだし茶わ蒸しとかオム<ー>ライスとか好きですねおお お、面白いこと考えて、ちなみにね、昔ね、ちょっと栃木県で仕事行って、新幹線乗ってる東京から乗ると、はい、ダチョウ<え>ダチョウの農場を見たんですよ。へぇ<ー>の,の。で、ダチョウの卵が本当にこのぐらい1個で。このぐらい1つで、あの、2人3人ぐらい食べれるかもしれない、オムレツだったらね。<laughs> 今カメラに収まってませんでしたね、大きさが。<laughs> ねえ。ねえ。 え、じゃあ、マックさんは何がお好きですかお羊。肉。そうですね。肉好き。<ー>魚も好きですよ。もちろん。それでの料理ですらってるから、魚も好きですしねあの。そう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 ,そうで。うちの妻羊食べないからね。だから私、多分仕事をいて、ちょっとインドカレー用っていくとか,なんか、羊食べるとか,なんか、ね。<laughs> ああ、マトンカレー美味しいですよね。 マテンカレーとかシスカバーブとかなんかねお私もこれはちょっと知りませんでした <laughs> <laughs>、えー、ありがとうございますありがとうございましたでは次ですね<ん>、えー、古文である日本の思想なら会談場所が実はホワイトハウスではなくても<ん>バイデンさんがボケてても目をつぶらせることができるから会ってくれたのではないでしょうか いや、あのね、向こうはね、あのね、結構話題あるんですよ、アメリカの中で。バイデン大統領大丈夫かって、なんかね。で、大統領になってから普通、だいたい数週間とか1ヶ月以内でスピーチする。結構バイデンさんが遅かった。まあ一応スピーチしたんだけど、あの、そうですね。あの、まあボケてからね。いやー、できるだけはさ、少なくしたんですと思いますよ、交流時間。 すぐさんのバイデンさんの交流時間できるだけ少なくしてだから長い話がヘルス副大統領ね,ねあのもうバイデン大統領がただただの仮面みたいな感じですね,ねそう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 ,そうありがとうございます、ね、それではお次ですねうんええー どうしてアメリカ民主党はロシアを敵する一方で軍縮するんでしょうねアメリカ人昔からロシア的に作りたいですよでもロシアはロシアですよでロシアまあ私も別にロシア嫌いとかそういうんじゃないんですよあのまあ自分ももっと自分アメリカの考えよりもっとドイツスウェーデンですよはっきり言うとまあドイツええええ,えそういうこと言うと あの、第二次世界大戦、第一次世界大戦、両方ロシアと戦争になってたんですよ。あの、第一の方が偶然だった、半分あの間違いだったよ。だって、ドイツのカイザーだった、ロシアのサーラーだった、親戚だったみたいですよ。あの、そうそう、あと英国の王,王室もそうですよ、親戚だったよ。あの、それ、いとこの戦争って言うんですけどね。あの、まあ、昔からヨーロッパ、東ヨーロッパの国、中ヨーロッパの国も、も ロシアと、うんうんうんっていうろいろ考えがね。あの、アメリカ人はね、昔からロシアが、いろいろなんか変なこと考えてるとかなんかね。2016年選挙がで私こう見てるんですよ。ヒラリー・クリントンが負け。ヒルリー・クリントンが負け。で、彼女は、あの、なんていうの、あの、アシステンさん、ヘロップしてください。えー、っと、グリシャ神話で、あの、キツネがブドウを取ろうとすると取れない。 で、それ食べられないから、そのブドウ、ブドウがスパイい。ああ、スパイブドウの話ですね。ね。だって、ヒラリー・クリントンが選挙を負けたときに、あの、ロシアが邪魔しました。という、そこからその話始まったんですよ。もうロシアが便利な敵ですよ。で、レース、第二世紀で朝になったらずっと冷戦があって、お互い競争してるけど、もう私、子供時代だったら、 ロシアが世界の支配を取れるわけない。これが海軍見ると分かったんですよ。ロシア海軍がアメリカの軍力の発権を脱スの方を邪魔するために作ってた。だから潜水艦ばっかりだったね。あの、自分の日本でもしなくできなかったんですよ。レース時代で。ロシアがね。今でもできないんですよ。あの、 そうですね。あのー、まあ、アメリカもそれ世界どこでも今でも多分できるかな。私海兵隊だったら、あのー、うちの自慢が大統領命令だったら24時間で世界どこでも1000人の歩兵部隊が出すことできるよ。海兵隊がね、アメリカがね。でもそうですね、ロシアの方がずっと敵敵敵ってか作ろうとしてるよ。トランプ大統領になっても2年半ぐらい。 その調査があったんですよ。調査官でミュ,ミューラーに人がね、調べて調べて、実はあ,あの、トランプ大統領はロシアスパイとロシアの命令を受けてるやつ。何にもないよ。何もない。だから選挙勝ったとかなんかね、よくアメリカ人が自分の間違いとかなんか言えないんですよ。これが一つアメリカの友達だと好かれるよ。たまに出てくるよ。ね、友達で失うけどね。あの、自分が失敗してるとか見てもない。だからヒルリー・クリントンが 最近の方、ロシア割り。私、2016年選挙の落選の理由が、ロシアの邪魔。何の邪魔マてはっきり言っている。まあ、Facebook で、Facebook で彼女の割り話出してからとか、だから Facebook その時から、規制がだんだん始まったとか。でもちょっと待ってよ。あの、アメリカ人、そのにバカあの、Facebook でなんか見てて、ああ、ヒルリー・クリントンよくないで、ロシア人がこれ作ってるよ。アメリカは結構作ってるんですよ、ネットで。なんかそういうな。 フェイクの、フェイクのアイデンティティと、か、本当の人じゃないって,ってもさ、それも出してるとかね。そうですね。あのー、共和党の方がもしかしたらロシア好きじゃないかもしれないけど、別にロシアと戦争するって意味がないの立場に人が多いんですよ、もちろん。あのー、いや、左派がそういうふうに考えます。考えます。あと、誰が誰かの、あの、国務長官、ベルジンスキー、昔ベルジンスキー国務長官がいて、 彼は実はポーラン人。ポーラン人がなんかね、また問題の国民ですよ。あの、かわいそう。一つかわいそうって言うんですよ。ドイツとロシアの間にポーランドがある。で、両方で仲良くない。ポーラン人、ドイツ人仲良くない。ロシア人、ポーラン人仲良くない。あの、これ昔からの歴史ですよ。何百年前からね。あの、うち日本でも隣の国にたまに問題あるね。 あの、見たいもんですよ。ね。あの、なぜ、それ、ビジンスキー、ポーラン人だったから、ビジンスキーが、ナ t ト軍を、昔の冷戦時代の、から、東日本に立った。ポーランド入れたり、チェコ入れたり、あの、バルティック三国ね。あれ、バルティック三国入れるの大失敗ですよ。ああいう国がロシアとトラブルあると、じゃあ、核戦争になる世界の。そうですよ。危機い。ごめんさあ、これ、これ。 禁止の言葉出ましたできますかね <laughs> できますか、ねまあ、今みんな聞けないようにして <laughs> はい<の>何もなかった何もありませんでしたねクイズで言いましょう, <laughs> そうはいえっ、ー、と質問ではないんですけどもちょっと大事かなと思ったので取り上げさせていただきます、えー、武士道精神と心のバランスを取り戻す 出さないと日本人は消えてしまいますっていうコメントですね。そうですよ、そうですよ。あのね、高、えー、生高生さんって呼んでいいですね。高生さんかな。あのもう一つね、すごく日本人に似てるのを国民はね、ドイツ人ドイツ人一生懸命ですね。で、まあ聞いてないから当然だけど、なんで私ドイツ人なんで一生懸命と説明する。 ドイツは中央ヨーロッパの国ですよ。で、もしフランスとロシア、トラブルあると、戦争ある。昔ナポリエンがフランスからロシア侵略したんでしょう。昔ね。どっかの軍隊はドイツを取る。だドイツ人一生懸命しない。中央ヨーロッパにいるから、一生懸命しないと存在消えます。日本も同じですよ。あの、日本人の一生懸命のところも,も戻らなきゃいけな,らない。戻さなきゃいけな,らない。その武士道精神ね。 あの、やっぱり資源ないですよ、この日本で。あの、頭しかない、心しかない。だから、これからその努力しなきゃいければならない。あの、特に私、今ね、学校の教育が日本でひどいんですよ。びっくり。こういうのなんか、魔生的な教育がとんでもない。それ私、本書いて、できるだけ自分ができる力で、あの、直そうとしてるんですよ。あと、YouTube の話してるとかなんかね。ね。 頑張りましょう。うん。ありがとうございます。そうですね。うん、もう、なんていうか、日本人同士でも結構、うん、こう、なんていうんですかね、ちょっと日本人的な精神が欠けてる人がちょっと増えてきてるかなって思う時があって、うんね、まずはこう、身近な人を思いやるとか。まあ、うね、増える、どうん あとでもさ、望みしない人たちをもっと教育しなければならない。望みがない人たちをもっとこう、日本に希望を持たせるというか、その自虐史観をやめるとか、そういうことです、ね、そうですね。あの、外国人についていくんじゃなくて、日本でうち自分の道を作る。日本自分の道を作る。外国のマネーじゃなくて、ね、日本が自立しましょうということですね。そうですね。 ちょっと大事だと思ったので取り上げさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます、えー。次の日本の思想は誰が良いでしょう大問題 <laughs> <laughs> あの、まあ、この前自民党を選んだ私はその北斗人の名前を言わないけど、知ってる人いるよけど、でも今大問題ですね。あの、この問題はね、ずっと日本が安定時代があるからね、今ね。 で、まあ、平和ですね。で、平和ボケになってますよね。あの、辛い経験持ってる人はあんまりいないんですね。こういう、こういうことで、特に政治家の2世とか3世とか、ずっとお父さんの家に育って、お父さん偉いとか,かもしれないけれど、あの、いろいろ人たち聞いて、あの、子供にすごく褒めるとか,なんか、いつもプレゼント持ってくるとか、いい言葉とかなんかね。どうしてもその育ちで、 大変ですよ。あのー、ね、今いないんですね。正直私の好きなキーボード人は今いないんですよ。うん。もし返すと一時的に自衛隊から人を引っ張るしかないかもしれない。私変なこと言ってるかな。なるほど。ありがとうございます。うん。えっと、そうですね。もう8時になりましたが、うん、あといくつくらいお受けしますか どれくらいあるえっと、ご質問自体は、1、2、えっ、ー、と、3、うん、4くらいですかね。あ,あと何、ね、コメントあ、えっ、ー、と、質問、ご質問が、えー、4つ、5つくらいで、うん、あとはあの、ご感想をたくさんいただいております。 じゃあ質問やってあと関数いくらでも。あ、わかりました。今からお聞の方はストップ。はい、じゃあご質問の方はちょっと以上と、はい。では、えー、質問の方を先に読ませていただきます。うん、えっと、こちらですね、えー。中国は今後どのような行動をとっていくと思いますか、うん、日本の対応はどうするべきですか まず中国はさ、しばらくうるさいと思う。あの中国も困ってることあるんですよ。ちょっと皆さん考えてください。私ずっとアメリカもね、内戦、もう大混乱、アメリカね。中国のけいあの、アメリカね、あの、こういうでっかいのショッピングモールみたいなか、ショッピングモールみんな知ってるんですね。そういうでっかいのいろあるとか、映画いっぱい出てるとかなんかね。あの製品が結構中国から来るんですよ。 ウォーマーツって売ってるものとかなんかあ、ターゲットっていう店もあるけど、ウォーマーツ私、クロモ時代で覚えてるね。なんだかなもいっぱいものになるとも、私、ジャンクっていうんですよ。もうゴミもいっいものと思うけど、るる人買うんですよ、それ。それも中国で作ってるんですよ。これからアメリカで大混乱になると、なんかね、もう買わないんですよ。でそれで中国の方の本当に失業になると、経済の 問題いっぱい増えるとか、これが中国国内問題も出ると思いますよ。で、それで中国はあの軍事的にうるさくなる。で、日本はあの対応は前から言ってるけど、うちで軍隊が強くする。で、その東洋の平和を守る、これから日本の中心的な仕事ですよ。これからそうです。そういうことですね。ありがとうございます。 えと、では、お次ですね。あ、頑張れというコメントありがとうございます。<ん>本当にたくさんコメントいただきまして、ありがとうございます。<laughs> えー、これは、マックスさんと私に対してですねえ。ご自分を動物に例えたら何だと思いますか自分が動物 <laughs> はい。これが。どの動物に似てますか <laughs> これすごい深いの。私、私、2つあるよ。えー、何でしょうトラ。おお<ー>。あと、キング・コブラ。えー、<laughs> そう、トラとキング・コブラ。え、それはどうしてでしょううん、やっぱり力。ね。ん<ー>力とか,なんか、あと、独立の、うん、とか,なんか、あと、やっぱり、両方知識ですね。 あのヘビの中、キングオブライトは頭いいんじゃないトラもすごく頭いいんですね。ねうん、うんなるほど。うん、確かにトラとかはちょっとわかる気がします。<ら>確かにトラはちょっとわかる気がします。あ<ら>あ、うん。アンさんはいや私,私は何でしょうね <laughs> すごくのんびりや、私、おとなしい方なので。 何でしょう、ね、羊とか <laughs> 羊お <laughs> <laughs> とかそうですねうんなんか小さいので小型の動物とかですかねんうんそんな感じです <laughs> ちょっと自分でもいいのかなこれでっていう感じですけど <laughs> <laughs> はい、はい、では次ありがとうございます <laughs> 左翼はなぜかボケてる人が多い日本も同じく、なぜだろうそうですね、あの、なんかファンタジーの世界にいるみたいな感じと思いますよ。うん、あのアメリカも日本も両方、両方あの。アメリカの方だったらさ、みんなが白人を潰してたら、なんか世界平和になるんじゃないかなとか,な,かなりません。No, no, no もちろん、白人に悪いことしたことあるけれど、 でも白人潰すとかなんかねのののなりません。あと、日本であ、私たち軍隊いらない、あの、どこの国の問題あると、くよくお酒飲みましょうとかなんかね。はあ、こういうの甘いの考え。何言ったらいいね。私もっと平体だから、一緒にお酒飲むと、向こうのパーティーに、拳銃持ってて、パン、パン、パン。あなたたちクロスで酒全部自分で飲む。そういうことですよ。 何考えてるねん。あの、やっぱり、すごい、あのー、創造的な世界に信じてる、現実的なこと分かってない。分かってないね。ね。ね。いまいち地に足がついていないというか、ね、そういう感じなんでしょうかね。僕いい僕もね日本でさ、 正直で本当に最悪、付き合ったことあるんですよ。まあ、付き合ったっていうかね友達で飲んだとかなけどね。あ昔、絵を描いていて、昔、東京都美術館アにグループで出したんですよね。ね共産主義にと多かったんですよ、そのグループ。でもね、話すると、現実的にまともな話はできない。できない。あの、いつも、あの、教えてるアイディオロギーでストップ、ストップなってるんですよ。それ、すぐわかるよ、話するとね。 うん、あでそれで騒ぐ騒ぐ騒ぐとかなんかねこれが正しい人道的でも現実的なんじゃないリアリティーリアリティ入ってないんですよ考えにねなるほど、うん、ありがとうございますありがとうございましたえ個人的にはハリス女子は美人の部類だと思うんですがマックスさんはどう思いますか 私は正直外国人女性みあの、見力くないんですよ。あ、外国人女性勢見ると、あの、ロシア人の女性が綺麗ですよ。あの、だいたい25歳まで。25歳の後で、ボン。ああ、また差別なこと言ってるんですけどね。あの、でもヘルスさんはさ、自分黒人って言ってるんですけど、友達に話すると、あ、そうか。私、黒人見えない。全然見えない。 もし、ヘルスさんの顔とか、皮膚の肌で見てたら、何にも知らないんだったら、こういうふうにう、もしかしたら、地中海の東っていうかなだから、彼女、黒人の血が入ってるのはほんのちょっとでしょほんのちょっとでしょでもそれ、あの、まあ、ちょっと違う話言うけど、黒人で言ってるといるんですよ、白人女性。何人もいるんですよ。でも全然血が入ってない。 今、アメリカはそういうファッションになってるんですよ。あの、ヘラスさん見ると、まあまあ、あの、美人とか、まあまあ OK、OK、ケーな感じだけど、私見ると、地中海の東の国民と思っちゃうかもしれない。そのぐらいの皮膚の肌ね。ね。うん。ありがとうございます。まあバ、うん、ックスさん的には、そうそうという感じなんですかね。そうそう。うん。<laughs> ごめんね。<laughs> <laughs> それと、えー、 自分はマイノリティの血が入っているということと自称するのがこうファッションみたいになっているということですね。あねあ、確かとお母さん、お母さんの方はインド人でしょ。お父さんがジャマイカね。うんジャマイカ結構白人地位が入ってるんでしょうね。そ,う,んねそうそうそう。ありがとうございます。うんうん、えこちら。タ、うん、ワストソーケンさん、ありがとうございます。 2014年あたりからのウクライナ問題ニュースや歴史的記述の結論の多くがプーチンが悪いロシアの侵攻ロシアの干渉となっているように思いますでもそれは反プーチン派の変更報道プロパガンダという方もいますマクさんはどのようにお考えですかいやもも,うもちろんもちろんねそれそうですよあのプーチン悪い々て言ってるでもちょっとね一つねロシアの国民ロシアという国の 始まったところはどこでしょうキエフ。これが、ウクライナの今の首都はキエフで、ロシア中、はめのロシアの国がキエフが首都だってよ。で、だんだん北の方に移動があって、で、その今マスコね、あとペトブルグもあったんですけど、あの、なんていうのこの問題は、例えば日本に外国が侵略すると、奈良県を独立すると、奈良県が東日本で戦うとか、 似たいもんでしょうで別の国民にいっぱい入れるとかなんかねでウクライナ人があのオッケー私両方ラッシア語ウクライナ語喋らないまあラッシア語だったら単語単語してるけれどねあのまあ文字も何とか読めるでウクライナ語がいくつかの文字ちょっと違うけど似たいもんですよ同じようなクリル文字あのオッケーロマンジは英語ドイツ語フランス語と喋るってってる全部ロマンジですね あの、クリオ文字は元グリシャから、元グリシャからそのロシア語の文字が出てたんですよ。で、ウクライナ文字は同じようなクリオ文字ですよ。いくつかの文字が違うけれど、字が違うけどね。あの文化的に結構似てるんですよ。ウクライナ人が、ロシア人と。こういうこと言うと、ウクライナ人また怒りますとかなんかね。ごめんなさい。そういうもんですよ。そういうことですからね。だから、アメリカが入って西洋の国が入ってくると、あの、もっと大きくする。 まあこれがアメリカだけじゃないんですよ。第二次世界大戦だったら、あのドイツ軍が死なくした、ヒトラーがしなくったけど、ヒトラー自体が反対だったけど、もだんだん人数足りないドイツ軍を使って何人のウクライナ人がドイツ側に戦ったんですよ。あの全部でロシア人とかなんか東に戦うの方が、軍隊になって10万人ぐらいいて、あとあのドイツがヒルフィーリンガ、ヒロフィーリンガがなんていうの、 手伝いのボランティアっていうか、トラック転示とかなんか物運びとか労働するとか100万人ぐらいいたんですよ。ね、で、結構ウクライナ人も多かったんですよ。で、戦争の後で CIA も使ってたとかなんかいろいろね。あの、今そういうの戦争、もうそう戦争、今子孫の人たちがはっきり言うウクライナにまだ行ってるん,んですよ。だからウクロナツイって言うんですよ、今ね。もう本当にもうドイツと協力の人たちがそのおじいちゃんがそうしたとか今その 孫が今アメリカと一緒に頑張ってるけどね。そうだロシアの侵略とかなんか、ロシアの悪いとか言ってるところに本当にプロパガンダですよ。本当にプロパガンダですよ。あの、私は国がいろいろあるんですよ。ちっちゃい国と大きい国があるで。その大きい国、お互いの尊敬が必要。まあ、これ、もう冷戦的な考えかもしれない。で、そういう属国がある。で、私見ると、ウクライナがロシアの属国です。 で、そういうとこに核兵器持ってるとか、なんかね、ああいうのなんか手を出すで邪魔するとか、なんかね、核戦争危ないんですよ。核戦争危ない。で結構核戦争のこと勉強してるとか、なんかね、本当に30分で世界終わり、可能性多い。ね。だから、あの、ロシアの意地で、もう西洋のためにその意味がないんですよ。ウクレニアがナトに入るとこなんかね、もうね、トラブルしかない。 問題しかない。いううん。ね。ありがとうございまます。す。では、次きどうして民族性が似ているドイツはチャイナにくっついてしまうのでしょうチャイナのタクシーはワーゲンばっかりでした。そうですね <laughs> そう。チャイナのタクシー。もうもう第二次世界大戦であの結構ドイツ軍が中国の方に手を出したんですよ。 あの紹介席があの、日本時代でマオと戦っているときに、一番中国軍のベストの師団がドイツの訓練だったよだからドイツと同じのヘルメットがあったんですよ。あのそれも全部ドイツから。うん。まあよくアメリカ人もそうですよ。アメリカ人はだうちって第二次世界大戦に日本に潜入されているのはね、日本に潜入されているんですよ、実はね。あの、まず、あ、その本もある。 ん今で、今に、おはい、はい、その本もある。あはははは。ね、これ、アメリカやったんですよ。あの、やっぱり、外国人が中国見ると、市場、数、数。で、私、正直、ドイツ行ってないんですよ。今のドイツ、今のドイツね。あの、友達が行ってる人にいると、あの、ドイツ人が、 中国人、ドイツ人、中国人、日本人、韓国人、タイ人、区別できない。みんな、エジジン。で、そういう考え方ですよ。で、ドイツ、ヨーロッパの国ですよ。あの、やっぱり、地球の向こう側。で、ドイツは英国と代わりに、英国、世界中のあちこち植民地出したでしょ。ドイツ、ほとんどなかったんですよ。あの、アジアに、チンタウ、あの、中国の青島ね。 あの、あったんだけど、あの、あと、中央太平洋の島、そうい第大世界日本、取ったんだけど、でも、そんなに、ドイツから人が来て、向こうに住んでる。本当に数少なかったんですよ。だから、あまり知れない。で、多分、興味ない。で、あの、日本見るとあ、中国見ると、中国の方が人口の数多いから、それビジネスで、それで頑張る。それ、それです。それです。ですね。 ありがとうございます。えー、お次の質問ですね。では、こちら行きましょう。えー、<laughs> ドイツでね。ああ。そうこ、韓国語ね。あのね。あのね、韓国人、こういうことしてるよ。オッケー。 あの、私、ドイツ、ドイツって言うんだったらさ、本当に、今のドイツ行ったことない、私結構失敗すると思うよ、ドイツ行くの。なぜ、厳しいこと言う。ドイツ語喋れるよ。で、あの、手をこう出すよ。あ、ウェイーさん、ウェイーさん、これダメですよ。こうしないとここ。こうしないとね。これはダメ。あの、これ、ハイルヘッドになる。すごい、ドイツ人の敏感なことが、あの、第二次世界大戦とあの、大虐殺、ホロコースト。 だから、ドイツ人悪くない、悪くない。あの、まあ、昔テレビの世界関係で、右派ドイツ人と同じいたんですよ、何人日本にね。あの、まあ、そういう、もういいですよ、ホルコースも終わってるよ、もう私も終わってるんですよ。あの、で、それドイツ軍に入ってたとかなんかいろね。でもね、すごい左系が多いんですよ。で、それ韓国人団体がドイツ行って、たってそのベルリン、あと最近新しく、ドレスデン、ドレスデンっていう街で。 聞いてるあの簡単に、ドイツ人が信じるよ。韓国という国も存在もわかんないかもしれない。クリア。で、その戦争の時に、あのー、日本、クリアが日本だったっていうことを知らないんですよ、その歴史。ほとんど人とって知らない。で、クリアンが私たち犠牲者とか言って、あの、ドイツ人があ日本人にひどいことしたとかなんか、で、これが、あと、 日本については言ってないんですよ。でもね、韓国語でそう書いてるんですけどね。でも、あの、彫刻という記念日にね。これが世界の、あの、女性の、あの、戦場で差別とかなんかね。いや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 ク、クリアの人たちね。あなたたちは全然知識がない。ごめんなさい。あの、本当に、ヨーロッパ人について、私たち、ヨーロッパ人、私 最近の歴史でユーゴスラビアの中、分裂内戦いろいろあったんですよ。ユーゴスラビアが6つ、7つぐらいのなんかね、あの、国民性があるんですよ。その、だから、セルビアとかなんか、クロエチアとか、ボーズニアとかのいろんな。セルビア人が、ああいうレイプ集団キャンプを作りましたよ。で、もうモズロンの方の中ね、ボーズニア人のなんか、そういう,うなキャンプも作りましたよ。あの、私、日本で役者やったときに、 ある撮影で、行ったんですよ、その撮影現場15人。で、ボスニアおじいさんが行った一人、イスラム人。で、若のセルビアの人が行ったんですよ。お互いが知らなかったけど、で、そのセルビア人が、いや私たちはそれを今の戦争ですごいことやってるよ。いっぱいレイプとかなんかいろいろやったんですよ。すいませんけど、こういう慰安婦の記念碑をそれ持ってか、ヨーロッパに持ってくると、絶対あなたたち失敗になる。ヨーロッパの戦争知らない。 だからやめなさい。本当に。韓国人。その、慰安婦フの話に持っていくの。ヨーロッパは自分たち戦争いっぱいある。そういうのわけわかんない話いらない。ね。OK <laughs>。ありがとうございます。ちょっと読み上げられなくてすいませんでした。ちょっと感情的になっていませんけど、えっと、ね。でも。<laughs> えっと、マックさんはですね、そのドイツに 公園でも向こうが結構最悪戦争終わるとか中にもうすごいその考えを持ってる日本の立場は分かんないで本当に第二次世界大戦が2つの戦争同盟国ではなかったドイツのヨーロッパの戦争があったとアジアの戦争があった別々だ 敵は同じだけど協力はなかったんですよ。りうヨーロッパからの偉大頼人難民が満州に聞いてはっきり東條英機に守ってたんですよ、ヒットラから。ヒットラが東條英機に返せって言うと東條英機のこれ絶対アメリカで教えない。あの東條英機の,あの将軍のいい話絶対教えない。 うん、なんかそういうのを動画にしたいですね。します。<laughs> そうなんです。あの、講義文をね、送ったんです。そうそうそう。えっと、<ん>じゃあちょっと質問は、えっと、まだちょっと止まらないので、えっと、一っぱい答え締めくりますね。はい、<laughs> ありがとうございます。ちょっと残り質問を、えー、答えたら、 次、ちょっと感想をいくつかピックアップしたいと思います。うん、マックさんは、ドイツ語をれるんですか喋ります。あの、まあ、日常会話は OK です。ドイツ人に友達会うんだったら、集会だったら、大、ま、体、あ、20分、30分ぐらい話すると、だんだん頭痛くなるけど、まあ、そのぐらい日常会話だと OK ですよ。 Guten Tag, ich heiße Max von Kobayashi. Ich bin in Amerika geboren, aber ich wohne in Japan vor 47 Jahren und wirklich. Ich liebe Japan so viel, aber mein Blut ist deutsch und mein Herz ist japanisch. Sei wohl, ne? An Deutsch nicht schiedes, が日本。m ン i n Blut i s deutsch, a b m e n Herz i s japanisch. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。 ドイツ語とフランス語も覚えてたんですよ。その同じぐらい。で、日本の芸能界で、ドイツ語を喋ってる役、ドイツ人は本当に一度ぐらいしかない。あの NHK のドラマ、アグリっていうドラマ。あの、容師で、日本人女性にそういうの機会、あの、これ明治、あの、大将大将にね、機会のやり方、髪の毛をやると、彼女たちが失敗ばかりとかなんか、わさ、スティルギサクムバイマシーナ 私の機会でどうしましたかでもね、私のフランス語みたいだと、あ、ちょっと宣伝します。宣伝します。スリバカ日誌も出てます。8番。一番最後で。ハマちゃんクビになるところが、らい。私、スーちゃんに会うんですよ。私、ベルギーから。ベルギーのちっちゃいものの村長。で、それ全部フランス語喋ってるから、見てください。で、 あの、私のお父さんが昔日本に来て、こういう釣り具がもうベルギーに持って帰って、私たち、ベルギー人のこのやり方わかんない。これ使い方が。ちっちゃいの箱を開けて、竹の、竹のちっちゃい釣り具。で、それで、すーちゃんが、これは彼の一人ぐらいしか、で、もうに役に立ち、社長、社長、簡単に許してきません。ダメ、ダメ、ダメ。じゃあ、これ、あのー、浜ちゃんに任しましょう。 っていうなかそれで、ハマちゃんの仕事は次回、須賀君にし8の一番最後。実は、多分この顔見ると、その時見ると、私若くて痩せてるから、多分分かんないかもしれないから、言わないとね。ねありがとうございます。最後は宣伝まで。<laughs> <laughs> 機会があったら、ぜひ見てみてください。はい。ではえ、ご質問は以上ですね。ちょっとここからは感想を、ちょっとパッパッパッと。OK うん、取り上げたいと思います。えっ、ー、とですね。ちょっと待ってくださいね。うん、すごいね、今日たくさんコメントいただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございました。うん、選ぶのもなかなか迷っています。<laughs> <laughs> あお あ、これ面白かったです。<laughs> 潜水艦のりは足の鯉をぶつけても黙って耐えるしかないって。うん、ねいや、ほんとに潜水艦の敵は音です。音です。叫べないですね <laughs> もちろん。もちろん、もちろん、もちろん。あと、よしこさんも卵が好きということで。<ー>ありがとうございます。<laughs> 一緒ですね。<laughs> あとは、えー、っと。日本とドイツの軍学隊の交流は深まっています。お<う>ということですね。<laughs> いいですね。うん、あの昔ねあの、タワーレコード行ったんですよ。恥ずかしいことがあったんですよ。アーティストの CD、第二次世界大戦のドイツの軍局。 でそれじゃあ聞きましょうちょっとちょっと聞いてみてたんですよで意識なしで僕は体が動き始まったもうあれからちょっと見てて <laughs> 何この人って <laughs> <laughs> もうイヤホンつけてるからもうあれ聞こえないけどそのドイツのマーチの軍局で,でもうド,ド,ド,ド <laughs> <laughs> もドン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 てるんですねドンドンドン ね、大陸と、あ、大国と大国の間に挟まれる国はろくなものになりませんねっていう。コメント。大変ですよ。本当にそれ。うん、大変ですよ。ですよね。うん、あ、こぐまさん、ありがとうございます。うん、ね、隣接すると大変ですね。うん、うん。大変です。 日本の学校教育改善は必要ですね。そうですね、絶対、絶対、絶対。この魔像教育とキャンセルカルチャーがひどいですね。ね。増里さんありがとうございます。うん。いいですね。富士のマーク。おお。あ、あれ富士ですかね。はい。うん。 ね、韓国はよくナチス・ドイツを日本と結びつけデモも促します。私はこれが本当に嫌です。なぜなら今のドイツは全く違うからです。ねえあとね、あの数年前覚えてる韓国にそういうナチィパブもあったんですよ。ナチドイツの服装とか軍服とかいろあのそれはドイツ大使館がモンキューテでやめたみたいと思うけど、もうずっと最近韓国行ってないけれどね。ね あと、えー、総理候補に岸さんはどうですかっていうコメントですね。ねえ、また弱いね。<laughs> まあね、頑張りましょう。新しい人見つけて頑張りましょう。<laughs> えー、軍人出身者は現実主義だから、政治家に向いていますねっていうコメントもあります。そう思います。だからね。 あの私も作りたいルールでもっと軍経験がないと政治家にダメとか作りたいけれどでもそれいないんですね,ねうんあとトランプさんは、ね、あの軍人じゃないですけど何て言うんですか起業家じゃないですか起業家ね、うん、起業家さんもやっぱりあの現実主義だと思うのでやっぱりトランプさんは良かったなと思いますね私ね,ね 実業家っていうのかなはい。そう,そうそうそう。ね。え、昴生さんえ、日本第一党の桜井誠さんに総理大臣やってほしいです。桜井誠さんは言葉はきついですが、<あ>日本のために頑張っています。あのね、うん、私いつか桜井誠さん会いたい。結構心が近いと思うよ。でもね、<ー>も言葉注意してるより、彼に、ちょっともうちょっと注意してほしいね。<laughs> <laughs> そうですね、言葉さえもうちょっとこう柔らかくなっていただけると YouTube でもちょっとコラボとかしやすいのかなって思いますね。ね。ね。<laughs> 買い物するときはメイドインチャイナは避けてますというコメントですね。ね。ね全部避けられたらいいんですけどね。いや、うちはねあの、例えば買い物行くもいやあの食料とか野菜は高くても国産。 うんうん、中国とか安いのもさごめんなさい買いません素晴らしい <laughs> もっとね国産のものを増えてほしいですねねあとそうですね牛かなとか <laughs> お<ー>アルパカかなっていうコメントもありまして <laughs> 確かに アルパカはなんか近いかもしれない。<laughs> ね<え>そんなに背高くないですね。<laughs> <laughs> っていう感じで、あの、うん、食べられないように気をつけてくださいっていことなんですけど。<laughs> ねえ、ねえ、あの、うん、気をつけます。お会いすると、なかなかの迫力なのでね、うん、ちょっと。 おじけすぎます。フォーズさん、ありがとうございます。えー、日本では自国をなぜか自虐的悲観する人が多いですが、海外では日本の評価が最近とっても高まっていることを皆さん知らないですよね。海外に住んでいると不思議です。海外にお住まいなんですかね。えー、日本のメディアが悪いところばかり報道するからでしょうか。例えば日本の政治家がいい仕事をしたり、評価されても一切報道しないですよね。 あの、日本のメディアはおかしいんですよ。で、日本のメディアの中に日本人じゃない人がいっぱいいるからね。これも変ですよ。これも変ですよ。あの、まあ、アメリカのメディアもねあの、完璧もね、あの、嘘も多いんですよ。嘘も多いんですよ。アメリカを悪く見せるために。アメリカの右腹ね。ね。ね。あの、うん、ね、報道はね、結構ね、そういうもんです私、昔ちょっとだけ。 東京 MX テレビでコメンテーターやったことあるけれど、今だったら絶対無理と思いますよ。ね、うん本当に、ね、やっぱりメディア次第で皆さんの考え方とかも変わっていくんじゃないかなと思います。ね、では、お次ですね。うん、え竹光さん。えーうん、クライブ・ハミルトンさんの えー、サイレントイノベーションを読みましたが、おうおう本ですね。うんえー、PRC の工作の怖さを感じました。警戒が必要ですね。そうですねあの私、この本も知りませんけれど、あのそうです中国の方があのス,スパイのやり方も違うんですよ。やっぱりどこでもどこでもいるんですよ。本当にね,ね日本もも、ね、全然人と事じゃないですね。 アメリカの焼酎でこういう問題が諦めているよ。あの、明らかになってるんですけど、あの、最近ね、あの、スワウェルという議員、あの、カ会。でもね、彼が、恋人が実は中国スパイだった。中国人の学生でスパイだったとか、なんかね。でもスワウェルさんが民主党から全然首になってない。また、いろいろの委員会、議,あの議会、議会の中の委員会、コミュニティとかいろ、仕事してるとか。 甘いですねアメリカ民主党 <laughs> うんそれからロシア人男性とか女性評判いいですね美形ですとか綺麗ですってコメントもありますね <laughs> あと年齢限定なんだっていうツッコミもありますねえっとあとプーチンさん 鳴きたいいい可愛がっているだろううかというコメントもありますロ、ね、シア人がペット大好きですよ。すごい有名ですよ。ロシア人が動物をすごくに大切にする。<ー>ちなみに、犬っていう名前がねもう猫、コット、コット、ロシア語でコット、あとコシカ、コシカ、コネコ。あのなぜかあの新宿の思い出横丁、昔ね、ワイト・ラッシュの女性がコシカっていうのでちっちゃい店であったんですよ。コネコっていうでも犬がサバカ。 サバカロシボで犬へ、えー、うんプーチンさんはね,ねすごく犬が好きで有名ですもんね、うん、まあ秋田県に合うでしょう彼に <laughs> <laughs> 声をお褒めいただきありがとうございます <laughs> とても嬉しいです <laughs> あと秋田のお話ですがえっ、ー、と 秋田県には、なぜか、あらゆるところに、ロシア国旗があります。友好とかではなく、なぜかロシア国旗の入った棒や方角を示すものが、各所に存在します。お時間があれば、ぜひ、秋田県に来てみてください。秋田県とロシアの関係の濃さがあまりにも深すぎて、というコメントです。よしこさん、秋田県かな、ね、あ、そうなんですかね。ね。うん。 きたやばそうっていうコメントもありますね。<laughs> 確かにロシア人のコメンテーターや評論家ってあんまりいらっしゃらないですね。いや、日本にいますよ。いっぱいいるけれど、そうですね。あの、あロシア語のコメンテーターはね、ロシアから。うん。あの、そうですね。日本に、ね、あまり訳されてないんですね。あの、やっぱりロシア語できる日本人すごい少ないと、ま、でも。 私もテレビ世界で何人のロシア人友達の交流はあったけど、ロシア人日本に来ると大体2年間で結構ペラペラ日本語喋れるよ。だいたい2年あの。アメリカ人昔全然ダメだった日本語。今何人が喋るは喋るけれどね、でもロシア人はすぐ覚えますよ。日本語ねね、えー、しますから、ね では、次ですね。うん、ああ、そうそうそう。<の>ね、私もちょっとまだ行ったことがないので。私、実は秋田結構行ってますよ。うん、昔友達行ってからね。ああ、そうなんですね。秋田。 で、秋田弁と青森弁が区別できるぐらいで、両方さっぱり分かってませんけどね。<laughs> その人は秋田弁喋ってる、あの人が青森弁とか、そのぐらい、あの、あ分かった分かった、ちょっと発音違うけれど、どっちが何言っるか全然分かんない。<laughs> 結構、東北の名りはね、なかなか日本人でも聞き取りづらかったりするかもしれないですね。<laughs> 胸にしみる言葉ですというコメントもありますね。うん、<laughs> あこうせいさんは日本生まれではありませんが、えー、日本は偉大な国だとおっしゃっていただけています。ありがとうございます。ありがとうございました。 日中戦争時のドイツの証拠についてですね。うんうんうん。あ釣りばかに染みてますという方いらっしゃいますね。<laughs> ありがとうございました。ぜひ見てみてください。 みかんさん、はじめまして、こんばんは。はじめまして、おお、ありがとうございました。ありがとうございます。よかったら、今後もあの会いに来てください。よろしくお願いします。かしわ餅は食べますかっていうコメントですね。かしわ餅はね、どういうのよく知らないけれどでも、たぶんいろいろ食べてる。あ、桜餅、覚えてる。初めて日本に来たときに、あのでさなんかよ、木の葉っぱで生えてるでしょ、その餅で、ね。はい、はい。 どう食べるか知らなかったけどそのまま全部葉っぱでも食べた取 <laughs> るんじゃなくてもまず周りにたち見るのでみんな私食べ始まるの待ててうーんどうするとか、ね、<laughs> そう葉っぱのままでも食べた <laughs> えみなさん <laughs> びっくりされてました <laughs> 誰も何も言わないでみんなふうっとも,もう顔見えな,い <laughs> なるほど ねそうですよね食品にくっついてたらね食べた方がいいのかなって思っちゃいますよね,ねでも和菓子大好き本当に和菓子大好きえー。うんそうなんですね,ねちょっとまた詳しく聞きたいですね <laughs> <laughs> 名前知らないけど好きですっきり食べる食べるうんなるほど 22世紀もアメリカが世界最大の超大国として世界の覇権を握っていますかについては、過去の動画を見ていただきたいんですけど、ご回答お願いします。世界の超大国のもう、アメリカ多分いくつかの国、に分裂するんじゃないアメリカ大陸はね、ね。うん、あの、世界の一番、可能性2つの国を見てるのは、ロシアと日本。 ヨー,ーロッパの方はごめんなさいけど意味が多すぎて,って結構これからこんなになりますよああそうですよね,ね,ねマックスさんと桜井さんの対談面白そうっていうコメントがねえ, <laughs> ねえ白熱しそうですよね <laughs> うんねえ私も見てみたいですねじゃあちょっと私ちょっとお互いの友達もいるから聞いてみようかな おお <laughs> 楽しみですね。え,えーっと。<ん>マックスさん、地上波に出ればいいのにって話ですね。ねえ、思いますね。うん、過去に、あの、何でしたっけ。えー、<MS> そこまで聞いて委員会でしたっけ。あ、そう、出ましたよ、それね。うん、一度出たんですよ、それ。 でまたね、もっとこう定期的にレギュラーでテレビに出てほしいなと私も思っているので、皆さん応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。おめてください。頑張ります。<laughs> 頑張ります。ね、保守派のメディアが日本にも出てきてほしいですね。うん。YKK さんありがとうございます。ありがとうございました。 まず鎖国をしてもらいたいですというコメントが。そうそうそう。でも絶対僕もね、今日本に入るとかなんか、あの、簡単すぎる。で、昔、例えばね、まだ国籍になってないけれど、永住権。永住権ならの方は本当に日本国民と似てるんですよ。永遠に,日本に入れる。これも簡単すぎる。もっと厳しくすればいい。と思います。う あの今の、ね、ウイルス作業を見てると、鎖国でいいんじゃないかなって <laughs> ちょっと思っちゃいますね。これが本当にコロナ落ち着くまでは、ね、いいんじゃないだ今日本がいい状態だけどもっと良くなるよ。ねうん、別に居酒が時短とかなんかで、ね、そういうのなんだ今どうなったらわかんないけどお酒もこれから東京都で飲んじゃダメえ何これいら、うん、ないそういうのことね。まあまあまあ。うん 対談じゃあちょっとね、ちょっと、共同の友達何人ぐらいいるからちょっと聞いてみようかな。ね。じゃあちょっと。この気持ちわかんないけれど、共通フレンドもいますよ。共通フレンドもしかしたら実現するかもということでお楽しみにください。<laughs> ね。ゴールデンウィークは国旗を、日本の国旗をいっぱい出せるぞということで。 確かにそうですね。あ、マクさんが。<laughs> あ、もう一度お願いします。見えるかなんん見えますかねこれ、いつも収録の時は、マクさんねんそう、いつもつけていらっしゃって。うん。で、あの、祝日といえばやっぱりね、今はあんまりもうそういう習慣はございませんけども、そうですね。ぜひ皆さん、玄関とかベランダとかに日本語の国旗を出して、 祝日をお祝いいたしましょう。ね。それからですね。<ほ>アメリカでの激しい BLM 運動によって警察権限を弱体化させられているように思います。うん、その次は軍やインテリジェンスの権限が弱められているのではないかと危惧します。いかがご思いですかそう思います。だからあのもう国の崩壊です。 本当に国の崩壊です。で、だん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 その分裂して、大都市も本当にノーゴーゾーンとかなんか、ゲインの集団で支配になるでしょう。で、だんだん中心がテキサスとフロリダで、あの、真ん中の州、報酬的な州が、また独立国語になるでしょう。まあ、まあ、名前が多分アメリカとかなんかつけてるかもしれないけれど、アメリカその状態になる。で、それでシカゴ、 東海岸の大都市、西海岸の大都市がめちゃくちゃ。めちゃくちゃ。あのー、もう結構人死ぬんじゃないかなと。世界的なアメリカが、これで力出せるアメリカが終わります。終わります。ありがとうございます。日本が良くなると言ってもらえると安心します。まあ、もちろん大変ですよ、これから。でも、う,うちは日本が、 やっぱりそういうの可能性があるまず目を覚めてちょっと現代の状態を理解して努力すすることですそうですねだからもし周りに目が覚めてない方がいたら是非マックさんのチャンネルをおすすめしていただけると<し>と思います <laughs> お願いします あお褒めの言葉ありがとうございます。お話のテンポもすごくいいのことです。さすがマックさんですね。<laughs> <laughs> あ、これ、歌詞は持ちのお話ですね。<laughs> <laughs> なるほど。OK。<laughs> <laughs> ちょっと、えー、お,お次ですね。おっと。 え秋田はもうすぐジ菜の季節ですね。ッ、うん、クさん、ジ菜は食べました食べたと思うけど、いろいろな色々のものも食べた時、友達と紹介してて、一回これでよ、これで言ってて、いろいろスパイものも食べたことある、秋田県の。もちろん、きりたんぽもね、覚えてるね。あの鍋で美味しかったね。あとね、そう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 。で、なんか、ちょっとスパイものが多くて、 スウェーデン料理似てるかなって思うとスウェーデン料理も同じ北国だからね雪の国ですからねん<ー>、うん、まあじゃあまたね秋田料理食べましょう10 <laughs> はなかなか高級なね山菜ですからねおお<ー>、えー、まあなんか行くと行くとなんか私もおメリカマネーだから結構いろんな人たちを合唱さしますよとかこういうのあれとかなんかねん<ー>で 一回言うとかなんかね、であと秋田県はお酒も美味しいしで、もうビールとお酒、ビールとお酒で飲んでるとか、わあとかなんか覚えてないです。<laughs> でも食べるよ。目の前に来ると一目で目がつ、食べるよ。食べるからね。じゃあもしかしたら食べたかもしれないですね。あれかもしれないね。でもこれ純粋ですよでも、おおとか多分忘れてるかもしれない。<laughs> <laughs> MN さん、こんばんは、えー。ロシアも可能性あるんですか中国はどうでしょうえっ、ー、と、この可能性っていうのが、ここは何のタイミングだったかな <laughs> 可能性っていうかね、割と安定的な国ですよ、ロシアがね。あの、で、うん、自分の法律とかルールを守ってるんですよ、ちゃんとね。アメリカは今守ってないんですよ。で、黒人の方がもう本当に犯罪大きいみたいになってるんですよ。警官の方う悪い。はい。 そ,れになってあそうそうそう、今、ね、サンフランシスコでなんかね、いくらだったかな、何百ドルの以下のものの万引きにならないんですよ。犯罪にならない。え犯罪、犯罪、犯罪。ロシアで絶対そんなことしない。しない。しない。中国の方は、私、悪いけど、中国の方とアメリカですごく組んでるから、ビジネスとかなんかね。ただ、それ、アメリカコ乱になると、そういうのをいろいろ、今までアメリカの、 ショッピングモールで売ってるくだらない商品とか買わなくなるアメリカ人かで、それも中国が結構失業が増えると、で、今中国語、中国の中の方が完璧安定見えないんですよ。あの怒ってる派閥いらあるみたい。感じれる。ちょっと感じれる。だから、一番安定の国がロシアと日本。ロシアと日本。んなるほど、うん。で、あと、たてて、宇宙開発とかなんかね、 正直に一番進んでるのはロシアですよ。おまかしから。長期間とかやるとかなんか。ロシア人がそういう研究で進んでるよ。で、なんかさい最近のニュース、最近のニュース、あの、国際スペーステーションがあるでしょ、うちの話に、ね。国際スペーステーションの方だからさ、ちょっと乗り組み、ロシア人の目隠しにちょっと悪くなってるんですよ。で、ロシアが安定がないから、自分のスペーステーションを作るって言ってるんですよ。 だから日本の宇宙開発がもしかしたらロシアのほうに連絡した方がいいと思いますよ。うん、ありがとうございます。すでに,、ねはい、にお話しされたかもしれませんがえ、なぜアメリカの社会は共産主義にこんなに簡単に騙されるのでしょうか。日本は戦後からずっと共産主義の脅威にさらされてきたように思います。うん、アメリカはそうではなかったのでしょうか。 そうですね。こういうのなんかいる、だんだんアメリカの評論家もね、出してますよ。私読んでる人たちね。で、正直私もちょっと驚いてる。今、アメリカの右派は、戦わないことね。いいあの、弱くなってる。ま、感じてじないと思いますよ。今、ショック。あの、選挙のこともあるし、とか、なんか、視界の方はどういうふうに変化されてるとか、なんかね。で、OK。こう、こういうこともね、アメリカに今、共産家は、私から見ると、これ、地獄の資料ではないんですよ。 これアメリカ人自分で考えてるの共産主義ですよ。あの、まあ、本でそういう書いてる。で、次の方間もなく出る話があるから、後で宣伝しますけど。これはアメリカの新しいの種類の共産主義ですよ。変。本当に変。伝統的な共産主義ではないです。あの、で、結構右派の方がまだ反動になってない。ショック。 でも私も言うと、テクス州とフロリダ州で見ると、右側の人たちだんだんこう考えになってる。あのアメリカから分裂。自分の独立、独立国に作ろう。で、だんだんそうなってる。もう左人たちいりません。もういりません。で、あ,あの、誰か、誰かそういう聞,聞いてて、前になんかちょっと話しかけて、Facebook で友達メッセージ出したんですよ。いかんな名前言わないけど。あの、こういうのを言葉言,言ってた。えー、っと、 コミューナフォーニア。コミューフォーニア。何ですか共産主義コミュニスト。カリフォーニア。コミューナフォーニアはコミュニストカリフォーニアの合併。カリその人たちいりません。で質問がアメリカが独立の新しい国になってたら、その他の州、例えば大都市からどうですかとか人たちいりません。今それ、今テクサスで話題になってます。 テクサスの話題になっています。結構カリフォルニアからテクススの方に移動してますよ。で、オースティン、テクススとかヒューストンとかなんかいろいろ技術的な会社あるから仕事ある。でもね、あのテクスス人の方がそういう最悪いっぱい来るとテクススも最悪になるんじゃないか。それいりません。その文化いりませんとか。なってますよ。なってますよ、そのぐらい。ね。あの、でも本当にこれ内乱になってるアメリカ人、本当に最近。 最近、わかってる。ちょっとわかってる。私、この本はね、4年前書いた。4年前。で、書いたときに、あの、まさか、マックス言いすぎ、やりすぎ、書きすぎとか、いっぱい言われた。今は言わないんです。今、マックスも予言者とか言われてるよ。ねちょっとかみ、みんな時間かかって悲しいけれど、で結構右肌、政治的、全体的弱くなってるんですよ。 あの、ワシティン州都の方が州になるみたいですよ。ワシティン DC。で、それなぜか、上議会で議員が2人増えるよ。左派のね。あの、こういういろいろやってるんですよ。いろいろやってるんですよ。もう共産家ですよ。共産家。でもね、左派も自分の軍隊を潰してる。自分、軍隊もちゃんと作ってない。が、それはバカバ鹿。 バカって言っていいですねって、あのね、あすずさん。まあ大丈夫です、多分。<laughs> はい、ありがとうございます。えっと、<ん>マックさんが春松さんだったか、松原さんだったか分からなくなってしまった件。松原です。マックさんの間が先に来てると、いうふうに覚えるといいかもしれないですね。そうそうそう、まあまあ、間が最初ね。 あの私、日本の名前は小林松春あの。小林は妻の家族からあの埼玉県の,あのどこの町で600年前から元禄時代から歴史があるそういうの小林ですあの長い系の。長い歴史あるの家族がこの小林に入ってくると思ってるかな。ね、<laughs> <laughs> ご先祖様もびっくりですね。ちょっとびっくりね。<laughs> えっと、うん、ではこちらを最後にします。最後のね。はい、VJR さん、はじめまして、こんばんは、えー。もし極東における安全保障について、うん、日本の役割を大きくするのが必要ならば、UN の敵国条項から日本を外して、東京裁判や軟禁についての見直しをすべきだと思いませんかうん、うん、それについては、米国内での反対があると思いますが。 もちろん、あの、東京裁判とかで南禁で、これが日本で勝のに言ってもいいんじゃない勝手に言ってもいいんじゃないで、米国これからに何を考えるとかなんか。国が存在なくなるよ。二つの国に分裂するとか、三つとかなんかね。だんだんあの国がこれから自分の国内問題で忙しいるから、うち日本で何をするとか、管理できないんですよ。本当よ。これからうちが決めること。このアジアで。 これが日本か中国に行くかその問題です。アメリカもだんだん。手出せないですよろしくお願スしンす。ありがとうございます。えー、っと、そうですね。あ、かっこいいお名前ですね。とかあの、奥様のご先祖様、すごいっていう、ね、コメントがあります。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。あと、なんとなく。 そのお名前とかアイコンでちょっと覚えてるので、あこの方はもうあの前も来てくれたかなとか、あの今回初めましてかなっていうのをなんとなく覚えてます。はい。間違ってたらごめんなさい <laughs>、えー。今度一緒に純菜食べましょう。<laughs> はい、収穫直送で食べるところもライブでっていうコメントありますね。そうですね。<laughs> そうですね、皆さんとね、なんかこう、もっとフランクな感じでね、お話しできる機会があるといいですね。そうですね、今ね、食事会とか飲み会はちょっと東京だったらできないね。うん。あの、配信しながらとかね。オープンスイートしましょうね、そういうことね。とか配信で、こう、一緒に飲むとかね。うん。オンラインでいいと思います。オンラインとか、あと、お昼どっか公園で集まりましょうとか,なんか。<laughs> あ、なるほどね。雨が降らなければね。 まあ、古い人間だからオンラインもいいですね。うんうん。ビール飲まなくて大丈夫ですかっていうの、いつもが。ねえ。ねえ。いつもくせでさ、口癖でビール飲みたいとか、つむが、ノー <laughs> <laughs> <laughs>。二人の会話ね、いつもねあ。奥さん次第ということですね。<laughs> ね。はい、では、えと、ー。 名残漁師のスンが、もう2時間ほど経っておりまして、ね。いや、皆さん、今日ありがとうございました。すごいコメント聞いてるんですね。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ね。じゃまたまたライブしますから。で、またまた普通の,あの YouTube の,あの投稿もやってますから、ね。あとブログとかなんかね。もう、あと次の本もそのあと2ヶ月ちょっと話あるから、まあ、頑張ります。 えとこの画面の文字というかフォントについてですが、えっ、ー、と、ちょっと海外のサービスを使わせていただいているので、ちょっとフォントがね、日本のちゃんとした日本語フォントじゃないので、ちょっとね、表示があれっていうのはあるかもしれません。うん、すいません。うん。ということで、えー、本当にお疲れ様でした、えー。3000人スペシャルありがとうございました。ありがとうございました。あ、次の本を。 ね、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では配信を終了いたします。今後もよろしくお願いお願いたします。はい、ありがとうございました。